で、次、グループ D は、ね、でも、まあ日本人対決ね、ここ楽しみだ。ここも、あ、これ、スパーズいないか、日本人。こう、こう、こうか。勝手なんかスパーズ日本人いるイメージだ。僕がキャリアモードである。ここに、ね、酒井宏樹がいたらね、ここもね、戸田和幸がいたらね。<laughs> 時代関係なくね。も日本人所属チームダービーですね。インザーギは、あの、なんか、安定した53に作れる監督ですね。53に2トップが前には、あの、 アンカーを抑えながら出てくのか、インサイドハーフが、ツートップのセンターバックを抑えてインサイドアウト出てくのか、ウィングバック出てって、えー、他は中央を抑えるのかっていう、あの、状況による守備を用意して、コンテをもうちょっと、うん、あの、まあまあ、コンテの5オーサと似てるけど、差は、 コンテの方が人が動きすぎない配置にして、インザーギの方がポジションチェンジでズレを作っていく感じですね。だから相手が強くなると、そのポジションチェンジって瞬間的なフリーになる選手を使っていくサッカーだから、瞬間的にフリーになれなかったり、フリーになってると思ったら思ってもかっさらえてやられるみたいなことあるんですよね。コンテの方がここに立ってれば絶対誰かは開くんだみたいなポジショナルプレー的な考え方だから、見てて理にはかなってるなとは思いますけどね。で理にかなってても勝率は上げられるだけでね、絶対勝てるわけではないんで、ね。 まあ普通にスパーズが硬いでしょうね、スパーズ、フランクルートじゃないですか。まあ、僕はマルセイユそんな見てないっていうのはあるんですけど、EL チャンピオンと本気の,本気のコンテのスパーズでしょ。